アロハ皆さん、おはようございます。ミサです。皆さん、明けましておめでとうございます。今私は初日の出を見にボルケーノナショナルパークの中にいます。今現在6時20分で、少しずつもう日が昇ってきて外が明るくなってきました。今年の1月はちょうど満月が終わったばっかりで、まだ月がね、ほぼ満月に近い形なんですけれども、まだ月が反対側で結構高いうちに残っているまま日の出が始まりました。ボルケーノの方は今日は雨模様のはずだったのですが、今のところ雲は多いですけれども雨は降っていません。ラッキー。このままあと30分ほど初日の出を待ちたいと思います。チェーノブクレーターボルケーノの山の方ですね。でまだこんな高い位置にお月様が上にあります。そして反対側くるっと回ると、このように朝日がもうすぐ昇ってくるところです。後ろのサンライズをバックに、少し今年のこともお話ししていけたらいいなと思っているんですけれども、2020年はコロナの影響の中でもいろいろなことに挑戦してきました。もちろんこの YouTube もそうですし、あと子どもたちとたくさんゴルフをねしたり、新しいことにも挑戦しながら、さらに今までやってきたことをにも磨きをかけることに集中できた1年間だったんじゃないかなと思います。そして今度2021年が始まりました。2021年はまあ今このコロナの状況でできないこともたくさんありますが、希望としてはまずこのコロナが少しずつ収束して、ハワイの、ね、観光、そして世界の、ね、状況が良くなっていくことが一番ですが、まあ、身近な話題として私の希望としては、子どもたちが早く学校に、今まで通り学校の生活を送ることができて、またクラブ活動、日本でいうと部活とかですかね、部活のスポーツとかその他の習い事などがね、もっと子どもたちが自由に自分たちの発想をね、もっと発揮できるような環境で暮らせるようになったら一番いいんじゃないかなと思っています。今のところ私立の学校とかは空いているところもあるんですけれども、公立の学校はほとんどまだオンラインのクラスになっています。そしてスポーツなどに関しても試合などはほぼない状況ですね。うちはゴルフなんですけれども、そのゴルフでも個人競技だとしても、今のところハワイでは大会とかトーナメントは行われていません、ね、そういう中でなんて言うんですか、こうスポーツをね練習していくこととか自分を高めていくことっていうのはできるんですけれども、やっぱりそういうトーナメントとか試合、またそのプレイヤーとの、ね、交流を通して学んで成長していける部分っていうのは、こうスポーツ生活に関してね、いろいろ成長していける部分はとても大きいと思うので、本当そういう面でね、子どもたちのこの今いい年齢っていうんですか、10代ね、10代のこのいろいろな経験っていうのは人生の宝物になっていくと思うので、そういう部分がね早く改善していってもらえたらいいなと思っています。周りも少しずつ明るくなってきましたが、ちょっと雲が多いのかな今日は。そう、雨の予報だったんですけれども、このくらい雨も降ってなくて、このくらいの雲の量だったらね、本当まだラッキーな方なんじゃないかなと思うんですけれども、ちょうどこの大きな雲の影に隠れているので
これがどうなるか。もうね、雲の下はすごい、もう雨がぶわーっとこう出ているのが分かりますね。ちょっと遠くの方ではすごい雨が降っているんですけれども、あの雲がこっちに来ないことを願っています。あ、でももうすぐかな。空がだいぶ明るく赤くなってきました。もうちょっと待ってみたいと思います。少しこっちの方は雲が多いようですが、右の方はだいぶ綺麗な色に空が染まってきました。残念ながら太陽が直接海から上がってくるところを見ることはできませんでしたが、こうやって雨が降ることもなく朝を迎えることができたので良かったと思います。これから少しこの道を上がっていって、今年の初ボルケーノの火口を見ていきたいと思います。朝の誰もいないキラオベア展望台です。朝は本当に風が強くて寒いです。皆さん、明けましておめでとうございます。今年2021年もどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。動画楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画まで。アフイホー。